皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は女性の起業家なら取り組みたいセルフブランディング構築メソッドについてお話をしたいと思います。セルフブランディングっていう言葉を使うとですね、非常に勘違いされやすいことが起こるんですけれども、いわゆるですね SNS で、自撮りと言われる、自分の方にカメラを向けて撮った写真を上げるっていうことがセルフブランディングだと思ってる方とかいらっしゃると思うんですけれども、私が今回お伝えしたいのは、そういうことではなくてですね、セルフブランディングっていうのは、どういうことを指すのか、そしてそれはお客様にとってどういう成果と効果があるのか、もちろんその中には自撮りっていうのも確かに入ってくるんですけれども、それ自身がものすごく価値があることではない、何のためにやるのかっていうことを理解していっていただければいいかなと思って、今回の単元をお話をしていきたいと思います。まずですね、女性の起業家なら取り組みたいというふうに表題ついているわけなんですけれども、男性のよりもですね、女性の方がまずビジュアル的に有利っていうのがあります。見た目的にですね、もちろん男性でイケメンと言われる、かっこいい、そうですね、男性私の場合だとコンサルタントとかにはなるのかもしれないですけど、例えばお料理とか、パンの領域とかだとどうでしょう、シェフとかパティシエとか、そういう方、職業そのもの自体が花があってかっこいいとかっていう、芸能人に近いような状態ですね。そういう状態でやれる方は確かにビジュアル的にもですね、王子様のようにキャーと言われて、そして人気が出るっていうこととかもあるかもしれないですけれども、もちろんそれが本業に役に立つこととかもあるんですけれども、男性のね、事業の場合には特に、その方が自身がやってらっしゃる事業内容ないしはその方の思いとか、そういうところが重視されるところはありますよね。なので、そのセルフブランディングって言った時に必ずしもそのかっこいいとか写真がいいとかっていうことを言いたいわけではないんです。ただ女性であれば有利不利とか言えばですね、男性のこれは男性が言った話ですよ。男性のむさ苦しい顔を見ているよりは女性の顔を見る方が和むっていう言葉があるわけなので、そういった観点から考えるとですね、女性であるっていうだけですでに有利だなっていう感覚はあるんです。で、そんな顔を見せるなんてとか、顔自身がそんなに私は取り立てて美人でもないしとかっていう話とかもよく聞くんですけれども、美人が必ずしもいいとも限らないですよね。冷たく見えるとかっていう印象とか、キュートで可愛い、笑顔がいいっていうのは万人共通ですね。笑顔、と言って急に笑ったりして笑顔がいいっていうのは絶対的に男性女性関わらずですね、いい要素だと思います。まずですね、それで、じゃあ本題に入りますけれども、そのビジュアルの部分でいう、セルフブランディングですね、ご自身をどういうふうにブランディング、位置づけるというか隠し続けるというか認知してもらえるかっていうところ、一番大きな部分で私はビジュアルブランディングを整えるということを私のクライアントさんとかにもお伝えしています。ビジュアルブランディングってじゃあ何なのっていう話なんですけど、見た目、要は発信する内容ですね。見た目とその内容を整える、一貫性ということが非常に重要視されるような形なんですね。例えばウェブサイトで言うとですね、コンセプトっていうのがまずあります。その、あなたの事業は誰のために何をどういうふうにやっているのかっていう、コンセプトっていうのがありまして、でそれを支える写真と文章っていうのがあって、これが三位一体になってないとそもそも上手に伝わっていかないんですよね。でビジュアルブランディングっていうのはこの見た目の発信を全て整えていくということで、私は写真も非常に重要視しています。なので写真に似ているような領域のこの動画ですね、この動画とかもそのまんまのご本人の等身大を伝えやすいっていうような媒体として使っていかれるといいかなというふうに思うんですね。私は決してこうやってお話しするのは苦手な方ではありません。ただこれも慣れですね4000本とか5000本近く取ってくるとですね、もう慣れるしかないっていう状態にはなるんですけれども、自分の事業への思いとかどういったことで自分は仕事をしているのか、あとはまあ趣味嗜好とかいうのも、ファン化してきた後ですね、鑑識高校さんが好きっていう人がそれを聞く分にはそれも楽しんでもらえたりとかしますし、今お話ししているようなメソッドノウハウですね、そういったものもためになるからということでお話をするような場合もありますけれども、動画は基本的に等身大、この状態が伝わりますので、これを見てセミナーに来てくださったこととかはまずギャップがないって言いますね。普段聞いてるのとほぼ変わらない。だからここをギャップがあるように逆に作ってしまうと、いい方に転ぶ分には「うわ、実物の方がすごい素敵ですね」とかって言われる分にはいいんですけど、悪い方に転がる場合もあるんですよね。動画の方を盛りすぎててそうすると逆にイメージダウンになってしまうので、等身大で映るのがいいと思います。じゃあ写真はどうなのかっていう話ですね。写真は私の場合には使い分けをしています、はっきりと。Facebook は割とその日常のことを報告的な感じでバン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 上げていってるので、あんまり別に盛ったりとか何とかっていうのはできないので、等身大の私ですね。自撮りももちろん撮ります。自撮りに批判的な方もいらっしゃいますが、私は自撮りも商売ですので撮ります。じゃあどんな商売なんだっていうとですね、心理用語というか、心理学ですね、ザイオンス効果っていうのがありまして、接触頻度、要は接触回数、見ている回数が多いと自然に親しみを感じてしまう、嫌いだったら見なければいいと思っているので、見られることによって認知度が上がるんですよね。この人いつもなんか楽しそうにしてるよね、いつもなんかいろんなとこ行ってるよねとか、私の Facebook はまさにそういう状態になっていて、その時その時、じゃあセミナー始まります、今日はこれから大阪に入ります、北海道に飛びます、沖縄に行きますみたいな、そういう報告方々ですね、上げてます。飛行機乗る前とか新幹線乗る前とか、それ自撮りです。だって自分がこれから行くっていうこと、ホーム映すよりもその日の自分が映ってる方が見ている人にとっては、あ、これから行くんだね、寒そうとかねあと当然現地に行ってれば、この間は例えば1月のね冬の時期でしたけど、タイに行きましたら、タイは当然そういうリゾートな格好でリゾートな日々とリゾートなご飯を食べていってる様子を上げてますのでね、冬でもそういう状態が上がっていく、等身大のリアルタイムの報告を主にしているのが Facebook になります。気をつけてることって言えば、必要以上に盛りすぎてはいないですね。この状態をそのまま写したりとかはしています。なので、飲み会とかも、私は別に普通にあげてますしね、自分がカラオケを歌っている姿とか、今サックス練習してますけど、下手な、まだ上手じゃない、8月に始めたばっかりなんで、サックスのやつとかもですね、パーティーに来てもらえる皆さんがどこまで成長したかを見ていただくのもエンターテインメントにしようかなと思って、サックスの練習風景ピーとかポーとか言っちゃってる下手な音でも上げてます。なので、要は自分っていう人間がどういう人間なのかを知ってもらった上で事業がそこにあるみたいな見せ方を私はしています。全員がそれをしろと言っているわけではないです。ただ確実にその人間性が分かった方が事業の内容を知ってもらう上でも非常に有利に働く、特に女性の場合はです。なぜかというと共感型だからです。この人好き嫌いとか、好きか嫌いかがノウハウを習える以前の問題で入ってきちゃうケースが多いんですよ、女性の場合には。だから好かれるために頑張るっていうことはしなくていいです。ただ、こういう人であるっていう自己開示の方を少し多めにしていかないとなかなか信じてもらえないですね。なので何を使ってもいいです。それがインスタが得意な人はインスタでもいいし、ブログが得意な人はブログでも構いません。こういう自分であるっていうことが発言の内容として一貫性があって破綻しない内容で伝えていく、これがどちらかというとセルフブランディングの構築上ですね、とても大事なことになります。ここのブログではこういうことを言ってるのに、こっちのFacebook ではこんなこと言ってる、なんかおかしいよねっていうのはなくした方がいいです。そもそも発信の内容が矛盾しちゃうことを言うっていうこと自体がおかしかったりしますけどね。なので一貫性のあるっていうことを非常に捉えた方がいいと思います。ではじゃあそれは普段の SNS ですね。接触頻度を高める、自分らしさを伝える、これやってますけど、いざホームページになるとどういうことになるかというと、私いろんな衣装を着たりとかいろんなイメージがあるので、そのホームページ上で何を伝える人なのかっていうこと、その都度のイメージに合わせて全部ヘッダーとかも変えていってます。なので、何歳とかね、当然持ってるんですけど、パン教師のアトリエリブラ、パンの女神というコンセプトをやってるんで、そういう格好をしてます。リプラスという電子書籍の方のサイトは、100年経っても色あせない文章を届けるっていうことなんで、3世代、明治、クラシカルなイメージから、現代、あとは和服とかも着てるのかな、一体どこの時代でも電子書籍がつながるよっていうことを象徴的に表すための撮影をしていて、横浜で撮ったり京都で撮ったり8日の前で撮ったりとか、そういうヘッダーになってますね。そして非常識なっていうことで、私のリビング企業アカデミー、私のコンサルの方のサイトはですね、非常識なのでコンサルだったらスーツじゃなきゃいけないっていうのをドレスにしちゃってますね。しかもかなり派手な、ドレスとか、あと帽子かぶったりとか、すごいファッショナブルな感じにしているので、見た目が変わってるっていうことがイコール非常識になるので、その非常識の日は飛ぶ方ですけどね。でそれを伝えるための映像にしてあります。じゃあ美容食学っていう講座も持ってました。それはどういう先生かっていうと、やっぱり美容と食学を扱ってる先生なので、清潔感があって爽やかな印象なので、そういう映像を撮ったりとかしています。なのでその用途用途に合わせて映像を変えてるっていうことですね。これは私だから特にそういうことはやっているんですけれども、見せたい、そして知ってほしい絵姿っていうのがあれば、ある程度それに沿った形になっていきますので、私がそれをやっているということは当然それを期待して見に来る人とかがいてるので、その領域においてはその格好をします。例えばコンサルタントとしてその非常識なっていうファッショナブルなっていうことになると、セミナーも当然そういう格好でセミナーをやっていくことになります。ですのでその一貫したものを自分がどう作り上げて、それをどう見てほしいのかっていうのを等身大は反映しつつ見せていく、ブランドを作り上げていくっていうのを自分で考えて発信していくっていうことが必要なので、それを整えていく必要があります。全発信において。だからそうですね、ある程度期待される内容っていうのがあって、カラフルで華やかみたいな印象があれば、当然最低限そこは守っていきながら動画とかもね撮っていってるわけなんです。だから顔出しをしながらですね、自分自身を理解してもらってファンを作っていくということを考えた場合にはですね、やはりセルフブランディング、自分で自分をプロデュースする、演出するっていうことはどの道必要になる。そしてそれは男性が自分をそうすることよりもはるかに集客上とか、あと制約上もですね、非常に有利に働くのが女性の場合です。だから私はいろんなふうに当然自分を演出自分でやるんですけれども、そこにはねあんまり恥ずかしさっていうのがないんですよ。なぜならば私自身が商品だっていうことを自分が自覚しているからです。コンサルタントでもちろん中身で勝負しますよ。どういうことをコンサルティングできるかっていうこと、その成果にフォーカスするっていうのは間違いありません。というか当たり前っちゃ当たり前なとこですよね。でそうではなく、第一印象ってやっぱりあるじゃないですか。この人面白そうとか、話聞いてみたい、習ってみたいなとかいうその第一印象を引っ張るためには、まあ、多少変わってる方がいいよねっていう、まあ、見てくれの戦略がありますので、そういう私を私自身が演出をするということになります。ということは写真も撮られ方、自分がフォトグラファー撮る方でもあるので、どういう絵面で自分を収めるかっていうのを自分で客観的に冷静に見るわけですよね。だから例えばこういう絵で、例えばじゃあこういうポーズが欲しいっていう風になったら、その出来上がった撮ってもらった写真を見て、あ、手の位置悪いなとか、あと2センチもうちょっとこっちか、視線はあと斜め15度向こう側見るようにした方がいいかなとかねそういう感じなんですよ。それ個体として見てるんですね。高橋貴子っていう個体として私は引いた目で見ているので、恥ずかしくないんですよね。だってそれを見ることによって、あ、この人と話をしてみたいとか思われれば、それで宣伝効果があるじゃないですか。だからあんまり別に無理はしてないです。楽しんでやってるので、はい、それは構わないんですけれども、いろんな意味でですね、ビジュアルの件からまず入りやすいからお話をしていますけれども、当然文章とか思想とかは発信が一貫性があった方がいいです。私は全媒体において同じ考えを一貫して発信しているので、3年前から4年前から私のコンサル生さん、クライアントになっている方は同じことをいつも言っていることを知っているはずです。ぶれない、軸が変わらないということでね、根幹に関わる部分はですよ、時流の流れは把握しているつもりです。なので事業形態とかやり方とかは変わっていったりすることはあります。とはいえ自分自身のその芯になる部分ですね、その発信は軸を変えずに続ける必要があります。なのでセルフブランディングっていうのはビジュアルは分かりやすい方がいいんですが、軸になる核の部分は変えずにブレずに発信し続けるということ、しかも継続的にですね、その時の流行りだからということで頑張ってやりました、疲れちゃったから終わりました、これ意味ないんですよね。私はもう9年目になりますけれども、現在ですね9年目にはなるんですが、一貫してずっとブログは書き続けてますし、動画も細々となる時期とかもあります。どっちに肘をかけるかっていう時があったりする時には細々となることはあってもずっと続けてます、はい、なので継続するっていうことがやはり信頼につながりますので、どの媒体でもねいいんですけれども、ちょっとやったガーッと頑張った、はい、収束っていう、そういう形ではなくてですね、きちんと継続的に発信し続ける、これはやったことがある人でないと大変さはよくわからないと思います。ただ大変なんですけども、習慣化した人はとても強いし信頼されるので、集客状況も結局それによって長年見てる人が信頼してやってくるっていう、その蓄積がどんどん増えるだけなので、毎年集客が楽になるっていうことになります。ということでまとめますと、セルフブランディングですね。これを構築することによって集客制約が楽になります。そしてそれをやっていく部分においては一貫性のある発信、これが一番重要な肝になるということで、覚えておいていただければというふうに思っております。それでは。